さんのために頑張ってもう一回聞いたんだよ。あ、本当に3500pp じゃん。おお、いきなり同期あれだよ。あれ、お色違うじゃん。衣装が違う。間違えた、うん、Y さんといえばピンクのね、このそうそう、だって Y さんね、他の人がピンクだって怒るからね。セクシーな、うん、ちゃんと好みがあるいやー、でもなんかそういう百列とか電撃の指が綺麗だと燃えるんですよね。だから自分も絶対にガチャ押しはしたくないみたいなポリシーがあって、はいはいはい、なんでよくあのここ指皮むけてる人いますからね、ブランカ使ってる人とかで。そんなにですか、ガチャってやる人。わお、指やね。あ、もう指も映ってる。これもう指映ってますね。いやなんか緊張するの緊張する、あの Y24 がなんか赤毛のさんといるとY さん可愛いですね。そうだよ、気のせいかな。いやでも基本的に素だよね今日ね、うん、なんかもうちょっとゲーセンで見るとオラオラっていう。ゲームやってる時はね基本的に敵対するからこの人は。ツンデレ系ですか。本当にだからストリートファイター4がその稼働して、で俺3ヶ月ぐらい経った後に始めたんだけど、でその時とかも俺はやっぱゲーセンとか行ったことがなかったから、ゲーセンってなんかあるんだろう的なね、そういうあの一悶着あるんだろうみたいな、小競り合い的な、そうそうそう、あるもんだと思ってたし、うん、この人もそういう気持ちで来てたから。そうなんですか、うん、じゃあ殺伐とね、殺伐と本当に来てるもんでしょって。あ、そうなんですか。だから俺最初噛んだね、うん、うん、噛んだよ、はい、開幕相手が爆捨てしたの、おぶち切れたから、それで戦う気あんのかみたいなマジかと思ったの。それも読み合いの一つ的なあれじゃないんですか前に来いと。そうそう、前に行くもんだと思ってらしくて、俺はその時からもう前に行ってたんだけど。怖い怖い。あ、まあまあ、徐々ね、前に出るタイプです。そうそうそう、前に出てあのゲージ溜まったら動かなすだけのゲームだったから昔ね怖い怖い。ブランカって言えばね、結構来る。これ、まあ、ゲージ溜まるまでも結構辛いよね。そうですよね、そうですね。てかもうゲージ溜まっちゃうとブランカが何もやれることないから、それまでにうらーって感じだと思って。なに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 、あまり慣れてないから。お前さん、下着 T シャツあ、これ気づいてもらいました、エルプサイコングル。下着ですか。え、下着も見られる。もう下着が好きです。下着大好きだ。ほら、下着とお礼も下着なんですか。顔がとろけてますけどお礼もって言う時のあの顔お礼も好きだねみたいな。ワイさん、今期のアニメとかも全部あのハッグしてくれてますね。えで、なんか、いやでもその中から自分にしっくりくるものを選定するらしいみたいな。へぇ、じゃあ次、僕は友達が少ないだったっけとかじゃないんですか。あ、そう、アニメの題名ね。そうそうそう、とか、イカ娘とかさ。イカ娘はね、あんまり見てないんですけど。見てないでゲソ見てるじゃないか俺がわかんないからついていけねえじゃないか。イカとね、ゲソのボビーにつくんですよ。私もネキからちょっと初めて見てみて、意外と面白くてね。イカ娘も実は見てる。やばイカ娘ってあれか、あの水色の髪の毛。あー、触手ですけどね。たまにツイッターとか読んでると触手ですけどね、はい、あれ触手なの、はい、イカ娘触手なの。触手っていうか限界だから。え、そうだね。いや、別にそこからなんか男塾とかそういう路線ずれてくんだったら全然話せるけど。男塾、違いすぎるでしょ。これ、もう真逆じゃないですか。似てるもんじゃん。いやー、似てない。ダメまた衣装違うんだけど、ちょっと超ラグインだけどやばいんだけど。本当だ、俺の衣装どこ行ったの。じゃあ、てかさ、アレンジ衣装だからなんじゃない。あれこそ1位ですよって。アリコス？アリコス来た。マイさんのチュンリー初めて見ました。出たー。 GP 側出るもんね。
回かね、ワンピーが出てみて、気候子を出ないっていうか、ワンピーが苦手なんですか。気だって腐ってるあら、いや俺の竜とか見て左手腐ってるなってみんな思ってると思うけど、あ出てない、そういうレベルじゃねえから、マジでマジですか。俺のはるか上にいる人だから、やっぱりあら俺が一番やばいじゃん。そうなんですか。やばい、ゲームをちょっと、お衣装オリジナルの悩みなんですよ。オリジナル、オリジナルチュンリー。いやだってチュンリーに昇竜拳コマンドがなくて本当良かったって。そうなんですか。マイコで。わお。弱中強でコンボでも使い分けるんですね。そうそう。知らなかった。弱中強でそのユリフレームが違うから。ああそうかそうか。そうそうですね。わお。マイツさんはさまた色違うよね。うん。まおかしくね、マジで。これなんか負けるくらい、こんな雰囲気はね。え、保険早いね。そこは Y さんだから頑張ってほしいところ。いやまあでも多分バイソンはね負けないと思う。そうなんですか。いやなんかバイソン戦はあれだよっていう、ハードル上げていきますね。バイソンで勝てるとかありえないでしょみたいなこと言ってたから、ね、へー、チュンリーバイソンはチュンリー有利なんですか。チュンリーは有利です。おチョコ食べてる。うんうん、元気出すためにね。元気出すためにね。うん、ビターが好き。これはね強いな、この人。わお。でもまあ BP11 ですからね。わお、徹底しよう。ずんだじゃない。確かにトモ食いだね。うん。これね、100列出さない方がいいんだよ。そうなんですか。うん、出しちゃったけど。なんだその辺はいい。大パン示してゲージは絶対残しておいた方がいいんだよ。ああ。A になってから特にそれやるんだよ、そんな。うん。チュンリーはスパコン溜まってスパコン出すのがいいのか、ゲージを100列とかで使っていく方がいいのか。もう絶対ゲージは溜めておいた方がいい。あ、じゃあスパコンで使い切っちゃわない方がいいんですか。うん、おお。いや、別に打てるときは打っていいんだけど。なるほど。まあ、バイソン性も打つ機会多いですよね。うん、ラストメリコンなんか確かに。キャラによるのか。すみませんね、全然知らなくて、普通に。どうするんだって感じ。こうなったら、そう、こうなったらもうあれだよ。そう。おさすがだ。じゃあもう攻めたらダメな時は、俺ノリで結構攻めちゃう時あるから、俺フラグが、うん、しっかり回収見た目があれだけど、徹底しなきゃいかん時はこうやってセクシーなやつのピンクですよね。そう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 、オリジナルじゃないですよね。おすごい、この人強そうだな。なんこの間でもちょうど家庭用で、うん、いぶきにボッコボコにされた。あらまあ、そうなんですか。なんか強い人いるよね。俺この前ゲンがさやばって、ゲンおう、ゲン誰なんだろう、分かんなかったのもあるけどスパコンがめっちゃ食らってやばかった。いやゲンのスパコンは地味に無敵ついてるからね、対空にも使える。でコメントの人がアレンジ1言うとるやろうがって怒ってます。アレンジ1らしい、俺ずっとオリジナルと思ってた。あ、アレンジ 1? うん、たぶん3回ぐらい言ってくれるんだ。新キャラはね、俺たちはね。そうそうそう。
ごい、指見れるのいいですね。確かに、なんかこうやって指見るの結構少ないからね、俺たちも。そうですね、こんな息吹どうしよう、こんな角度から見られることないですからね。確かに、画面の中に入ってるみたいな。うん、これは指綺麗だな、しかし。おー、あんなシュシュシュってやってるだけであんな綺麗に出るんですね。いや、この人小判に100列仕込むからね。すごい、エビスカの方が良かったな。違うんだって今。何が気候整備キャンしたら、ま、前捨てしてた。ジョジョベガ、タイジョジョベガになってんだよ俺。ああ。これかジョジョだぞ、なんかここに前捨てするんでしょ的なね。はい、アルコス1はダウンロードしてません。あと原さん原さんが言ってる。 ないのか。あらま、あ、原さん見てくれてるんですね。原さんこんばんは。パパで原パパ、これベガニック、ほんとこの中盤強いんだ。これ結構潰せるんですか。俺とか言って俺超食らってんだけど。すごい。ああ、そうですね、キャラのやつダウンロードしとかないといけないですね。置かれた。もう一度見ようか。ん、ね、結構ね、ワイさんベガに惹かれてる。ああ。ほら、この台形よ、惹かれておる。画面端ほんと残念ですよね、三大系。あ、わお、あ、うわぁ、ベガ全然当たんないですね。うん、あ、そっか。わお、あ、打ち、まあ、あなた中盤だけ降ってくるよ、チュンリは。環境系なんだろう。そんな、わ、すごい、わ、いやゲージがない。スピードとできないでしょ、あのネタ。あ、画面端できない、ベガのネタだよね。最高できるよ。わお、わお、勝ったじゃん、ほらやるじゃん、おっしゃったね。あ、で、矢口さんと3人で飲んで、うん、で、じゃあまあとりあえずホテル行くかって言って行く途中に足んねえなっていう話になって、うん、コンビニ寄って、うん、まあ祝いだっつってシャンパン買って帰ったんだよ。パン一気で、部屋でシャンパン飲みながら、まだ足りねえっつって、なんかどっかなんか自販機とかねえのかなとか言って、いやいや、行ってドア開けたら速攻そこに自販機があって、うん、だ次の日大会なのに8時間ぐらいだった。そんなに飲んで、朝普通だって。ああ、そう。ただなんかね、ちょっと朝起きてバス、なんかホテルがバスでちょっと駅の方まで無料で送迎してくれて、で、まあ、別に俺たちだからってことじゃないよ、そういうのがあって、いや知ってる、うん、で、乗ってる時に、なんか全然俺、別に酒とか残んねえからみたいな話したのに、ちょっとあれだな、大丈夫か、この人と。まあ、楽しいよね、旅はね。いや、もう旅は本当楽しい、旅はね。で、ご当地グルメ食ってね、ユンが、ハワイさん、あ
弾きが出るぞ。大パンじゃないよ、今のは。大パンじゃない。あの、喜んだそうでしょ。うん、分かる分かる。ちっちゃい子でクッサと言ってるからね。で、次の置き攻めで死んでったから。そうだったんですね。あの、モニター映ってなかったんで、そうそうそう、分かんなかったんですよね。なんで映ってねえんだよって話だ。そう、逆にそれが一番ムカついたもん。いや、なんで映さないのっつって。まあ、足りませんからね、2個しか。これガエル結構辛いんですよね。ガエルは本当にもうあのもう本当にあのターザン打っていくしかない感じ。まああれですよね。でももう2011が12月あ2012だ。2011あ今2012バージョンが12月出るんでしょ。12月。そしたらもうねユン弱いんでしょ。多分いやまあ弱いって言っても結構あそうなんですか。ヤンとかも結構多分強いと思うよ。まあまあやってみないと分かんないよね。なんとも言えませんけど、チュンリーあまだ今ちょっとプレイ中だな。安い早期おなんで見んなよまず。いや見るよ、分かった分かった。いや早期とか言い出すからさ。あそうなのか。じゃあまだソニック大パンに反応しちゃった。これ結構2オンの時やばかったですもんね。なんか1回戦目が僕は台湾チームだったんですけど、おなんか本当はガエルがいるみたいな話で、あーなんかね最初違いましたもんね。クエイトのあの噂のあれですね。あそっか、ベガもガエルきついのか。そうそう、あおそうだったんです。一番きつい組み合わせかも。ええ。からすると。あ、そっか。鉄板です。で、クーナーウェアあると結構なんか高橋さんなんか本当見た目によらず本当可愛いんですね。本当。それがね言われ慣れてないことがすぐ反応する。そうだよマジで。いやいいの今いただきましたね。いやあ結構動かないからだな。てかなんかパイさんのチュンリーってかのチュンリーの方となんか違うところありますよね。思いません。いや俺はねみんなが見慣れちゃってるんだよね。あそっか、こすってるだけだよ。こすってるだけ。そうか、割り切りは半端ないけどね。そうだよ、えいって。まあでもやっぱねその中盤タイプ百列とかのねコンボ精度の高さはマジで本当に際立ってると思う。まあ、それがそう入力方法とかにもよるんだろうけど、いやそれミスらないかっていうところやっぱミスらないかね。大会でやっぱ緊張しちゃって出ないとかあると思うんだけど、そういうところに関して本当ね安心してみないと。なんかコパンが入った瞬間とか小足が去った瞬間とかにすごいその後ろで見てて、あ勝ったっていうふうに思っちゃう時ある。へえ。思った通りの最大やってくれるし。なるほど。どうしよう。個人百列仕込みってどうやってやるの。すごい。いやこれもう多分本当みんな見たいと思うんだよ。見たい。いやどれも見たいです。俺も真横で見てるからなんだけど。え？俺は打つ。あ。俺は打つ投げられちゃったよ。あのさっきもまあ使ったけど結局セミ見て大会動画で結構ねそのあるある大会の時もみんな後ろでいて百列した瞬間にはいって言ってんのにブーンって振り出すから一万セットの俺だからね。でもだってピアノは左手も使うじゃないですか。そうだよね。じゃこれだ俺肘使うから。トコちゃんもピアノ上手なんでしょ結構。
チョコちゃんのカラオケで僕が今まで出会った中で一番うまい。やめてください。本当、ね、本当にあんまり褒めたくないんですけど、本当にそこだけは。あ、これが来るかと思いました。ピアノはワイさんの足元にも及ばないと思います。あのね、ちょっとおい、Y24 切れるぞ。Y24 の足元にも及ばないですか。あのね、ピアノですか、うん、いやいや、違う。あ、違うの。譜面が、はい、絶唱第2章からEX絶唱第2章から、はい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 、まあ、そうだね。ピアノ、ピアノ、じゃ、ピアノ、ピアノ、まあ、まだ変なの。いや、多分私ですね。私もちょっと変なんか発音おかしいのかな。おかしいんだよね。私も変なの出るんですよ。まあ、そうは置いといて、あのね、私もまあピアノ結構長いことやってたんで、はい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 、一応絶対音感持ってるんですけど。お、絶対音感。でもテクス、テクス。そうですか、今のドレミの話です。いや、なんですけど始まったらしちゃった。 Y さんの絶対音感あるっつったじゃん。ちょっともういいから。なんで、で、なんですけど、はい、その、まあ、Y さんのピアノはまだ聞いたことないんでわかんないんですけど、ほうほうほう、絶対音感の部分で言わせてもらうと、うん、もうこういう音ですら、こういうね、コンコンとかいうこれですら、はいはい、もう分かる、音ですか、入っ、もうそれが音で入ってくるのがもう当たり前らしくて、私はさすがにこれじゃ分かんないんですよ、ここまでは。あ、そうなんだ。え、はあ、あ、その前さん音楽の音なら分かるけど、そう、音楽とかその音程っぽいやつ、はいはいはい、はまあ分かるんですけど、もうあらゆる音がさすがにこれじゃ、雨の音とかも音で聞こえるって言ってましたよ。それでだからもううるさいみたいな。いや、でもその比率が全然違うし、よく言われるのはその絶対音感あったらなんか頭おかしくなりませんみたいな。あ、なりそう。でも全然それが普通なの。だってね、だって気がついたらそういうふうに、そういうふうに聞こえる生活しかしてないんだから。あれはなんかバイブとか好きなんですよね、確か。急に飛んだバイブの音とかも絶対音。なんでそんな今めっちゃ真面目な話。真面目な話に続くんですよ、ここから聞こえるんですか。あ、いいっすよ、ちょっと待って、ユンがちょっと今いっぱいいっぱい。ちょっとユンがちょっとユンが、いやでもな、それ聞いた瞬間もう違うんだなと思って。違うんだ。もうじゃ相当、やっぱ本にもピアノは自信があるって言われてた。正気だよ。これちょっと見どころですね、どうやってこの、こじ開けるのか。そうですね、これなる。あ、そうなんだ。お、かくはん。バイブの音は聞こえません。聞こえないの、なんで。いや、早すぎるからじゃない。そうかな、たぶんレミ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 マンマチ一緒ですよ、一丁って言っちゃった。なんでそんな可愛いの見てくるの、マジで。一丁とかさ、ちゃんと自分でピアノくせに自分で突っ込むから大丈夫。チンピラでドヤスでフィギュア大好きってすんごいですよね。異色のプロフィールですね、うん、僕負けてませんか、彼に。なんか僕ただの変態じゃないですか、コスプレ好きじゃないですか。プレイヤースキルがやっぱ違いますよね。プレイヤースキルがやっぱり、それはまあもう言わずもがなじゃないですか。いやだってもう使い方も絶対凝ってますもん。あ、プレイヤーって何、そっちの道具の。いや実際プレイする時のプレイヤースキルがやっぱり違うんじゃないかな。なるほど、負けてんのか。あ、夜のってことですか。チュンリーのことかと思って。今言わなくていいだろうと思って。分かってるよと思って。すぐに追い込まれるとすごいな。抜け出せないですからね、このランクマン、ランクマンとか対戦。対空の選択がちょっと違うんですよ。はい、僕なんか立ち中キックで対空できればとか、はい、彼はもう真上だったら立ち中パンで落とすとか、うん、でめくり気味だったら立ち強キックで落とすとか、何でしょう、もう場合によって変えてくるんですね。もうしっかり使い分けが。そうそうそう。モード。ここからのコンボは。いや普通にもう殺せるときは。これ。おお。すごい。欲望の。欲望の EX スピバ。今なんで悩んだんですか。何か迷ったの。これこれでいこう。これで。あ、でも丁寧語とか使えるんだ。もちろん。だってさっき講習の時に手を打っちゃったじゃないですか。精霊語多分ね、2週間に一言ぐらい。めちゃ濃くた。入り表山猫見れるぐらいな確率ですよ、彼の精霊語は。そうですね。内田さん突っ込んでいい。2週間に1回入り表山猫見れるの。いや、まあ、じゃあ、そんぐらい張ってないと見れないっていう。あ、はいはい、沖縄行く。確かに確かに。
かあれじゃんピアノの動画とか上げてくださいよ。あね、なんかスーパーマリオ動画とかあるじゃないですか、知ってます？はい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 、はい、めっちゃあれの太方のピアノとかどうですか？ね、あ別になんか弾いてっていうのあればすごい。え、言っちゃったわ。なんか大好きなアニメのね曲とかでもいいです。俺だからシュタインズゲート弾こうかなと思ってたの。はいはい、弾いてくださいよ。弾いて弾いて弾いた。あとバイブームもね。はい、トゥルトゥルトゥル。あ、お。なんで全てをそっちの方向に持っていくんですか？ごめんなさい、なんかキャラ的に非交渉かと思った俺。キャラならまだ救いようがあります。本当は全然そんなこと。本当ですか？本当は全然話したくないですよ、そんなこと。本当本当ですよ。まあ、そういうことにしといてあげます。さっきね、早めに集まって、ね、男3人でね、政治経済の話しましたもんね。ずっと。ほう、政治経済。政治経済の話しててね。あ、そう。本当に政治の定義はあれですけど、日進弁に生きる。字はことです、ね。あー、そうですか、やはり。でも、Y さんのなんか性癖をいろいろ聞いて、こいつ、本当バカなんだなと思いました。ちょっと惹かれてるレベルがありますか？結構惹かれてるよね。ちなつさんにそんなこと言われるぐらい、うん、なんか彼はなんか言っていいのかな、これ素敵でしょ、うん、言っていいのかな。いや、いいんじゃないですか。今ちなみにガーフしましたけど、ガーフになってなかった。うん、多分俺のタイミング。でもな、その俺もできる著作権的なことが分かんないから、俺は上げていいのかなと思って。いいんじゃないですか、お金取ってるわけじゃないから。だってほら、子供がコンサートしてたって別にお金払ってないから。そうですね、だと思いますけど。ダメなのかな、普通に弾いてみた系いっぱいあるから。あ、そういうこと。動画は別に大丈夫じゃないですか、うん、趣味ですし、ね、権利ですからね。商売できる権利ですから、思ってるわけだけですから。ゲートオブシュタイナーですか、何ですか。ゲートあれか。伊吹戦って結構嫌じゃないですか。俺多分さっきも伊吹負けたし。いや、分からんな。から小足で刻んで投げると。おお。伊吹伊吹勝てない。あ、ファンのや。いや、僕も伊吹勝てないですよ。投影予選とか全部伊吹のワイさんがやってくれる。引いてみたワイさん。そう、え、車で引いた方だと思って。あ、そうよく思いつくな。すごい。え、アレンジ加えるとやっぱでもダメなのかな。ダメか。まあ、もうなんか分かんない。全部なんか人殺したりする方に聞こえるの。アレンジとかもなんか黒塗りで引いてみた。いろんな方法を試すとかそういう意味に聞こえちゃう。そういう意味でもやっぱプレイヤースキルが下がりますね。下がるんだ。はい。あ、どう。あ、後ろ。さすがにちょっと死んだ。死んだかな。ギリギリ残るか。うまい。ああ。で、俺もよぎれると思わなくて。あそこでもとっさの思いつきがさすがですよね。ですね、パニックになった。あーって、伊吹、伊吹勝てない。伊吹勝利やめてほしいな。なんか普通にオタクですよね。いや、だから俺もうとことん好きなことは、はい、あー、うん、なんかもう中途半端じゃなくて、もうやるならやろうぜみたいな。フィギュアがすごいですよね。そんなすごいの見たことないけど。私もないです。いや、でも写真見せたよね、それとか。え、見ましたっけ。え、あ、この人強い。見たのかな。ガンタンクマサシさん。ガンダム世代でしょ。ガンタンク。うまい。やるならやるので。なんかもうワイさんのタイトルみたいになりそう。やるならやるので。ゆとびにパザン押し込んでるんですか今。もうね、チュンリー同士ってね、このキャラどこで差がつくか分かんないですけど、はあはあ、でもやっぱり強い人が勝つんですよね。あ、そうなんですか、うん、なかなか運ゲーにはならないですよ。やっぱ知識、立ち回りですよね、多分立ち回り。いや、結構ね、適当に通常技巻いて、なんか当たったらやったみたいな。はい、うん、その精度も大事ですよね、その
あと結局どこまで波山が見えてるかっていうところがすごい大事だと思う。はいはいはい、あ、そうなんですか。波山は見てからセリフしてるんですか、ワイナ見てから、見てから僕波山ガードできないですよ今だけ。あ、違うんですけど、集団ガードできない人なんです。あ、そうなんですか。で波山なんかずっと注意してるんですよね、波山が怖いから。はいはいはい、で波山が来たのを確認して立ちガードだったのにしゃがんだりします。あ、波山だと思って。たまにある、たまにある。しゃがみガードしてる。なんかためキャラありますよね、そういうの。なぜ立ち回り立ち回りまで、ね、うまくいかないんですよね、僕には格ゲーがね。だから波山がお互い触れなくなってからがチュンリ同士の試合だと思うんで、はいはいはい、バン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 破産やってなんかむちゃくちゃになる。さっきなんかネタされたんですか、スピバの。なんか画面端、うん、あ、スピバめくってって、ちょっと俺が食らった方だけどね。ああ、そうなんだ。あの、しかも相手の、あ、止まっちゃった、相手の、あのミスみたいな、はいはい、あ、なるほど、じゃあちょっとわかんないですね。EX をミスしたんじゃないでしょうかというチャットのご意見もございます。そうそう、これダルシム戦はね、意外となんか苦手なんですよ僕は。あ、そうなんですか、うん、全然有利な気がしない。どうですか、なんか適当にセブン回ししてたら死んでるかなっていう。開幕の今この人ね、このセリフを吐いて、はいはい、この一挙戦の時にダルシムが当たって一瞬で死にました。今の解説のやる気のなさ見ました。死んで2オンですよ。死んで僕にプレッシャーかかるわけじゃないですか。死んで速攻カード引き抜いて僕に、まあこうやって死ぬっしょって言いました。キムタクじゃないですか。後ろでアクアとか見てたんですけど、こうやって死ぬっしょ。まあこうやって死ぬっしょ。いいだろうと思って。うまい。おお。起き上がりの F 式ですか、ね、うん、F 式って中段。中段。うまい。なんかもう本当に慢性してるだけ。はいはいはい。結構出ちゃったみたいな感じですね。やっぱチュンリー使いの方多いですね。そうですね。はい。ランクマ、じゃあこれとあともう一戦で、はい、とりあえず一段落ということにさせていただきます。チュンリー使いの方結構見てらっしゃる。てくださってるんですかね。そうですね、やっぱりね、気になりますよね、世界一ですから ね、彼のチュンリーは。でも負けたくないな。おお。何笑ってるんですか、チョコちゃん。Y さんってナタリーポートマンと知り合いってなんで出てきたんだろうなと思って、いろいろ考えてレオン的な感じですか。そうそうそう、多分レオンですよ、殺し屋じゃないですか。あ、なるほど、もう笑えないですけどね。俺メガネ変えようかなって思って。どうした、おお、どうした急に。いきなりごめん、また今巣立ったよ。メガネ変えました。僕もこの間変えましたから。でも変わりましたよね。なんかメガネ変えました。なんかドン小西により近づきましたよね。でそれはそう、はいはいはい。しかも変えてるところを、あの僕店内にいたんですけど、ガラス張りの店で反対側の視線から原さんの奥さんが僕を見つけたらしくて、あ、で原さんにあれジョジョさんじゃないの。わかるんですかそんなこと。びっくりしてましたね。メガネ。ワイさんがメガネ変えたらどうなるんだろう。思い切りのいい準備ですね今ね。EX 役列で突破してきましたけど、あれもありですよ、全然チートちょっと重たい、あ、ラグいのかな、ラグい、さっきからそういえば波山食らってますね。もうガードできる、無理、はいはいはい。波山今出し毒ですよ。多分向こうもそうだと思うから。え、なんでメガネ変えたんですか。なんか最近なんか俺狙撃のためですか。俺超似合ってると思うんでね。なんかたまになんか俺に似合わとかいうやからが現れて、黒ずくとかやからやからあんたが言うのめっちゃやからだよ本当に。いや、じゃあ阿部さんメガネ買いに行きましょう今度。
嘘でしょ今の。今の百列嘘でしょ。おお危ない危ない。リスカイには負けたくない。さすが。あ嘘でしょ。いやあの百列どうも百列。なんかな。ちょっと甘えちゃいましたね。 EX 嘘だよね。よ聞こう。ちょっと逆でやってたから今。あれベーシックしたいとか言ってるのか。そう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 。コンタクトデビューですか。わお DJ。 だって俺あのメガネがメガネなしになっちゃった。だって俺ストフォー始めた頃俺メガネしてないからね。あそうだ、そういえばそうだ。そうだっけ。そうそう、ストフォーしてなんか目が悪くなっちゃって。あそうなんですか。でも俺もストフォーすることメガネしなかった。え目が悪くなった。で、いや、で、目が悪くなったんで、メガネ買ったんですよ。で、数週間シーズンに生活してて、この間チェックしに行ったら、両目とも 0.9 あるって言われて、いりませんねって言われて。あ、そうなんだ。 0.9 ってそこそこありますよ。ですよね、うん、でも、せっかく買いに来たし、ね、へぇちょっと、ガワさんがめっちゃウケてるけど、なんだろう。本当の私デビュー。あはぁ、コンタクトの CM だ。すごいさ、新しい肩着デビュー。コンタクトで。ちょっとコンタクトの CM でね、ビフォーアフターみたいな感じでやろうかな。いや別に目が似合ってるじゃん。コンタクトにして本当の私デビューって言ってほしいですね。ワイさんに。あちょっと照れてる。ワイタン照れてる。それだけで多分ガマさん放送1回撮ってくれますよ。マジで。コンタクトデビュー配信。コンタクトデビュー配信。取らねえだろ。取らねえだろ。メガネ派。あ、そうか。ガマさんだってメガネっ子好きだもん。なんか DJ。おー、DJ もすごい。なんか DJ 負けたくないこれ。おーっと、先飛びになってますね、今ね。これ好きないんすよね、ほんとね。もうね。びっくりしてんの。DJ があんまりいないですもんね、なかなか。そうですね、それは。数回ぐらいしか。でもあの膝が結構出しやすくなったんですよね、確か。あの前は真下じゃなきゃ出なかったんですよね。あ、そうなんですか。が斜め後ろでも出るので、あのためを維持したまま飛べるようになったらしいです。へぇ、期待度じゃあもうチュンリ対決がね、なかなか PP 高いですよ、3700ですから。ヌメチュンですか。なんかネモチュンみたいですね。確かに。デモさんもこのカラー使ってましたね。違うかな。使ったような気がする。なんか似たような、はい、でしたよね、まあ、確かちょっとチュンリのカラーが分かりにくいですけど、大パンであそこで対空、うん、さあヌメチュンさんは非交渉になってますけどね。これは何か意図があるんですかね。 Y24 は気候を打ってこないだろうと。ただあるだけで抑止力になるのが放線化ですからね。おお、なるほど。だってもこのチュンチュンの放線化なんてもう打つ気ないから、ね、そうですね。だから持ってないと気候打たれ放題になっちゃいますんで、うん、まあ破産ではもちろん抜けれますけれども、この辺りをどういう意図で使ってるのかなっていうのは気になりますね。気候圏で対空、さあそこ確実に100列で拾う。開始。早い。打つ気なくてもちゃんと出せるんだ。EX 機構早いですからね。10フレームで判定が出ますんで、なかなか早いですけど。遠くの時になんか通常技振って溜めてないふりしてる時だけ狙ってる。はい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 。しっかり見てますね。つって。それから坊主。天然パンチパーマ、ね、ストパーがね、効かないんだ。僕これ、テンパです。え、すごいでしょ。なんですか、めっちゃ綺麗じゃない。ぐるぐるでしょ。いいっすね。いや、良くないでしょ、このチンゲって完全にチンゲ乗ってますって。パーマダイラーズですね。さあ、試合に注目しましょうね。でしょね、ですね。やばい、やった。ヤン世界最強のチュンリーがヤンにどういう対策をしてるのか。ちょっとおっと対空してくれてく。後半で落とす。
バックジャンプダイク。なるほど、相手の飛びを見てからバックジャンプで対応してるんですね。しかし画面端がつらい。あー、踏まれ続けて死んでいくっていうそういうゲーム。いや、一回捕まるとね、本当に逃げられない。姫チュンリー、おお、届くんだ。あれ、ダンシュ、逆ですから先飛び。おっと、よく見てる。そうか、前ジャンプだと危険だからバックジャンプにしようか。なるほど、パターン、パターンで蹴っていく。あっ、ああ、ちょっと、おっと、バックジャンプ空中投げ。バックジャンプで対応してますね。あれ、橋何分？3か、多分、多分よ。素晴らしい、転ばせた後も確実に気候で蹴ってますからね。気候破綻でこれがダメージ50ぐらい削れるんですよ。強気に打ってくるか。あー、スクワ、差し合いからしっかり彼の根元は手元は仕込んでいる。ミニエック100列を仕込んでいる。おお、やっちゃった。さあ、ここからいつでも死ねるのがシュンリー。バック手でしのいで、ハンドで突っ込んで、ウルコンはしっかりガード。おー、よく対空が間に合う。なんかめっちゃ集中してたよ、俺。いや、てか俺も対空みたいに見てた、ね、いや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 、すごいよ。素晴らしい、すべて処理しましたからね。ライチボーダトリー、ダードの仕込みがやばい。使える位置でやっぱ振っちゃいけないですね、ゲームは。さあ、これはなかなか差し合いが生きた試合が見れるんじゃないですか。おい、さあ、じりじりと両者間合いを測って中距離から中距離で立ち回る。中段が刺さる。さあ、そして画面端、大き攻めはコパンを振ってく。コッコッコッ、おー、コッコッコッ、しゃがみ強盤着列から飛行賞。さあ、補正が3回かかってるのかな、今のは。もうこうなってるのも、こうやってあの中盤振ってく。中盤、はあ、すごい。相手が残る体力ちょっとになった時のチニの中盤は本当にうざいと思う。しゃがみ中キック、今意図して出しましたもんね。ですよね。さあ、刺さって置き攻め。瞬時立ちガードしている。しゃがみ中キックでかわして、投げを狙ったのかな、今のは。思い切って放していく。両者マッチポイント。マッチポイント。試合は何？さあ、近づくまで。お、相打ちになる。あ、中キック潰された。中段が刺さるが、なんとか。やっちゃった感じ。相手に助けられたか。刺さっておい、中キック潰されたぜよ。いや、ちょっと攻防が目まぐるしくて解説ができませんでしたけども、ね、俺は新キャラダメだ。